明日から始まる日本と北朝鮮の局長級協議を前に、北朝鮮側の交渉担当者らが開催地の北京に到着しました。孫大使は日本側が求める拉致問題の再調査について、日本も自民党に政権が変わったので協議してみてからだと述べ、可能性に含みを持たせました。日朝の局長級協議が開かれるのは1年4ヶ月ぶりで、日本側からは外務省の井原アジア大洋州局長が出席します。協議は2日間の日程で、拉致問題の再調査に北朝鮮側が応じるかが焦点となります。